さあ皆さんこんにちは。今回もスロベニアからお届けします。今回のテーマは皆さんも一番気になってるんじゃないでしょうか。グルメです。スロベニアから美味しい情報をお届けします。1軒目に行くのはこちらです。スロベニアのローカルフードが食べられるゴスティリナ・ソコーというお店です。このでかいシェフが入り口に立ってます。外観はこんな感じ。さあ中行ってみましょう。ハロー。Hello, please come here on the left. Thanks. One more minute. Ah, decided already. Okay.Is this traditional food? Yes. So I'll take this one and then can I have a glass of white wine? Dry, semi-dry. Dry? Like house white wine? Yeah, house white wine. Slovenia. Slovenia, yes. まずはスロベニアのハウスワイン、白ワイン頼みました。これはすごい軽いね、飲みやすいね、美味しいな。来ましたよ、すげえでけえ。油っぽいのかと思ったら全然そんなことないね。ピリ辛のウィンナー、うわこれうまいわ。うわジューシーだわ。スロベニア料理ってすごい量が多いんだって。ガイドブックにも書いてあったけど、いやだからこれお腹を完全に空かせてこないと食べられない。サイズ肉だけじゃなくてほら野菜もたっぷりだからね。見てこの大きい豚肉。ここのお店のスタッフは皆さんこういう民族衣装です。わー、Thank you so much. No problem. お腹いっぱいになりました。見てるだけでどれだけ大きいか分かったと思います。あの見た目はこってりしてるんだけど味は意外とあっさり、日本人の口に合う味付けでした。ただね量が多いから本当にお腹空かせていかないとあれは完食できないサイズです。 2.5 人前ぐらいありました。今ねかなりの満腹の状態なんで、ちょっと歩いて空かせてから次のお店に行こうと思います。さあ続いてやってきたのがここユニオンピビニカって言えばいいのかな、発音は。2014年にできたここはパブなんですけど、搾りたての美味しいビールが飲めるということで有名なパブです。さあどんなとこなのか行ってみましょう。Yeah, hi. I was wondering, which one do you recommend? The food? The food. This is my first time. Maybe some of this? Or some sausages, some burgers, this one. Okay, I'll take a burger. Okay, with beer? Yes. Any beers you can call. Some special beer, normal beer. Special one. Special, okay, I'll bring some special. Thank you. で、来たよ。
うんま、日本のビールほど冷えてはないけど、ホップの香りがすごい強いな。苦味はそこまで強くない。結構まろやかなんだけど、アルコール度数ちょっと強いかも。来たよ来たよ。じゃあ、うわ、うわ、噛むと口の中で肉汁が溢れるね。で、バーガー食べた後に、ビール。うわぁ、最高のコンビじゃん。いや、絶対日本にいる時に普段こんな食べ物は食べないんだけど、ずっと今回のこの仕事のために、食事制限もしてきたんで、思いっきり食べたいもの食べます。日本のマックと比べたら3倍ぐらい大きいのかな。そのぐらいの大きいサイズのハンバーガーでも、これ2つぐらいいけるな。ちょっと辛口のコメントをすると、パンは正直そんな特別じゃないです。なんかもうちょっと工夫してるのかなと思ったけど、うん、パンは普通だね。でも肉がうまい。はい、来ました。毎回こっちのビールでかいんだよね。帰って寝ましょう。ごちそうさまでした。さあ、では皆さん、最後に紹介するのはスロベニア料理ではなくて日本食で締めたいと思います。その日本食店が入ってるのがこのビルの中なんですよ。このスロベニアに来てから知り合った日本人オーナーのお店です。ここです。砂糖弁当。あ、どうも。どうも、紹介します。シンさんです。どうも。今日数時間前に知り合って、お腹がまだいっぱいなんですけど、はい、軽くなんか食べれるもんありますか？お茶漬けってどうでしょう？お茶漬けってメニューにあるんですか？ないです。ないないけどいいんですか？はい、大丈夫です。じゃあ無理言ってすいません。お茶漬けお願いします。はい、どうも。 Thank you。 日本食といえばやっぱ酒でしょう。いいね、スロベニアでも酒が飲めるって。安定してうまい。わお、見てよみんな、メニューにないのにシンさんが特別に作ってくれたお茶漬け。いただきます。いや、日本食ってなんでこんな美味しいんだろう。やっぱ落ち着く。スロベニアで食べるこのお刺身、鮮度いいです。寒いスロベニアだからこそこのお茶漬け、体温まりますよ。メニューにないってことなんで、これどうしよう。放送した後にみんながお茶漬けお茶漬けって言い出したら、しんさん困るだろうな。後でこれ許可取っときますね。漬物もあるよ。そう、この味よ。海外にして食べる日本食はね、すごくありがたく感じるね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです、しんさん。あ、どうもどうも。めっちゃうまかったです、マジで。お世辞抜きでマジでうまかったです。あの刺身って、はい、こっち美味しいんですね。あのね、ツナはクロアチアから取れたやつ引っ張ってきて、燻製のマスはここで取れたやつね、はい、これスロベニアって
て、周り山に囲まれてる国じゃないですか。まあ山もあるけど1時間ちょっと行けばイタリア、そのイタリアまで行くとそのやっぱ食文化がすごいから、はい、地産地消っていうか、はい、そういうのもこだわりたいので、うん、無茶なオーダーをしてお茶漬け作ってもらったんですけど、はい、メニューにないって。まあないですけど、さっき食べながらそれを紹介してしまってて、この YouTube を見た後にお客さんがお茶漬けって言われても困るなと思ったんですけど、いやそれはそれで、もう見た人はお茶漬けオーダー OK にしていいですか？ OK ですよその前にここまで来なきゃいけない。実際日本人のお客さんでどのぐらい来ますか？もう月に1回ぐらい誰かこっちに留学してる子が多分いるか、はい、スロベニア自体に日本人がそれほど多く住んでないですよね。そうですね。で何人か友達いるけど、はい、日本人の男の子たち、はい、みんな料理うまいから、あ食べに来ないじゃあ僕のチャンネルを見た方はお茶漬けはオーダーできます。ありがとうございます、しーさん。いや、はい、あの体に気をつけて過ごしてください。日本帰ってきたら連絡ください。わかりました、よろしくお願いします。はい、じゃあしーさんのお店の情報は概要欄に貼っておくので皆さん見てください。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ということで今回はスロベニアでしか食べられない地元の料理、そして日本食を紹介しました。スロベニアってイタリアの隣なので、ここで食べるピザも美味しいらしいんですよ。行きたかったんですけど、さすがに時間が足りなかったです。ぜひ皆さんが来た時にはピザも試してください。あのどの料理も本当にここは美味しい、お世辞抜きで美味しいです。でボリュームがある、でちょっと胃が疲れたなとか日本が恋しくなっても日本食店ありますから、新さんのとこに行ってください。皆さんがこのスロベニアに旅行来た時にこの情報を参考にしていただければと思います。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。